高専寺、井上玄三郎妃、井上玄三郎慶応四年に1月5日は、新選組の六番隊組長。意名は一重、後に和武。武蔵国妃、野宿北原にて、八王子千人同心世話役の井上東左衛門の三男として生まれる。兄、松五郎は千人同心。高下四年頃、天然美神流の三代目、宗家、近藤修介に入門。 佐藤彦五郎が天然理心流の出稽古用に設けた道場で、肘方歳三らと共に稽古に励んだ。また、源三郎は近藤勇の兄弟子でもあり、彼らとはこの頃信仰を深めたとされる、万延元年免許改伝。しかし、免許改伝まで10年ほどかかった努力家タイプで誤解も受けたのか、文武共に劣等と評されたこともある。 学問は日野塾金子橋にあった、日野義隆の寺小屋にて学ぶ。文久2年2月、老仕組に、近藤、肘方らと参加。文久3年に芹沢家も一派が粛清されると、副長助菌に就任する。源氏元年の池田屋事件では、土方隊の死体の指揮を担当。近藤隊が切り込んだという知らせを受けて、部下と共に池田屋に突入。 8人の老子を捕獲する活躍を見せる。慶応元年6月の組織再編成では6番体組長に任じられ、慶応3年6月、新選組が幕府時期さんに取り立てられると、副長助金として70票3人ぶを与えられる。慶応4年に1月、鳥羽、伏見の戦いが勃発すると、新選組は淀まで退却する。そして1月5日、 淀ど千両松で官軍と激突、その最中、敵の銃弾を腹部に受けて戦死した。去年四十、老いの井上大輔が玄三郎の首を持ち帰ろうと、するも、あまりに重かったため、仲間から悟されて戦場近くの寺院の境内に、首とか棚を埋葬したというエピソードが伝わっている。この寺院の正確な場所は不明であったが、後に、郷土史家と新鮮組研究家の調査により、 隅染に近畿吉寺という伏見大仏で知られる相当州の寺院が現存し、現座部老の聖火の隣にもこれと全く同じ名称の寺が存在することから埋葬場所はこの隅染金近畿吉寺であった可能性が高いと思われ首塚も現存するのだが発掘調査は行われていない。一説には淀ド城跡に現存する寺院、妙境寺付近にあった。 近畿吉寺であったとも言う。今は廃寺となっており、当時をしのぶ者はわずかに妙教寺に当時使われた茶器が残るだけである。墓は日野市の宝泉寺にある。体内では主に対外的な職務や要人の接待等の総務を担当した。同門の近藤や肘方とは絶大な信頼で結ばれており、二人をよく補佐していた。八木溜三郎は、 井上はその頃40歳くらいで、ひどく、無口な、それでいて、非常に人の良い人でしたという胸の発言をしており、実際に若い大使からの人望も厚かったという。一方で頑固な面もあり、一度言い出すとてこでも、動かないところがあった。また元大使の安倍重郎は後に、大石桑次郎沖う、起きた総治、井上、これらはむやみに人を残殺いたしますのでと語っており、 粛清など汚れ仕事にも積極的に参加していたことが伺える。また、身部で子供たちと遊んでいた沖田が通りがかりの玄三郎に、また稽古ですか、熱心ですねと声をかけると、分かっているなら稽古をしたら良いのにとたしなめたというエピソードが残っている。四段階即記録、ありがとうございます。